今回は、ビデオクリップに鍵盤図エフェクトを使ってみましょう。鍵盤図エフェクトを使う方法は、静止画と全く同じです。まずビデオクリップを選択し、クロップアイコンをクリックします。このようにすれば鍵盤図エフェクトの、ビューアーを見れば鍵盤図エフェクトの編集画面になっています。また、キーボードから、このキーですね、この C というキーを押します。そうしても同じように、このように編集画面になります。また、この上、ビデオクリップの上に、ポイントを置きますと、ここにアクションボタンが表示されますので、これをクリックしますと、ショートカットメニューが表示されます。その中のクロッピング&ローテーションを選択されます。そうしますと、このように、編集画面になります。ここで、まず、この通常の場合を見ますと、このように全体として、主役が右上に配置されます。これは非常に、困りますので、鍵盤図で、編集してみたいと思います。例えば、スタートを、このように、ずらしましょう。そうしますと、スタートの位置が、拡大されます。そして、右上の場面が、中央へ、ずれます。エンドは、そのままでもいいんですが、若干このように、ずらしておきましょう。上の方に。そうして、これを、見てみますと、このように、最初の時よりは、やや中央に寄っていることが分かると思います。しかも、拡大されているということも分かると思います。例えば、このように、このままで、再生してみましょう。そうしますと、このように、通常のまま、このように、こちらがこちらへ移動しますが、鍵盤図で再生しますと、中央からこちらへという具合に、最初の画面が中央から、右上からへという具合に、拡大されて中央に表示された後、右上から、やや中央寄りに、変更されます。このように鍵盤図を使うことで、この主役となる、主役の位置を、拡大した、位置を変更したり、あるいは拡大したりすることができますし、また背景で、不必要なものがある場合には、このエンドとスタートを使えば、それを映さないようにすることができます。ただし、このスタートからエンドまでの経緯かは、移動はこのクリップの長さに、で生じますので、あまりにもクリップが長い場合には、効果が十分に、現れない場合があります。その点、あるいは、効果が出たとしても、また、いろいろと、不都合な点が生じる可能性がありますので、できるだけ短いクリップで、鍵盤図で、編集した方が、編集すると、うまくいくのではないかと思います。